横浜港に停泊しているクルーズ船の乗客で新型コロナウイルスの検査の結果が陰性だった970人が昨日までに船から降りました船に残っているのは一部の乗客と乗員のおよそ1300人になりました厚生労働省によりますと昨日までの3日間で検査で陰性だった乗客970人がクルーズ船ダイヤモンドプリンセスから降りましたが 感染者と同じ部屋だった乗客や、自国のチャーター機を待つ外国籍の乗客およそ300人と、乗員を合わせた1300人程度がまだ船に残っているということです。感染者と同じ部屋だった人はおよそ100人で、今日にも船から降りて国の施設に移ります。当面、健康観察を続けるということです。